俺と私カメラ部夫婦写真いやいっこ第24回目やっぱ好きやねん大阪編ですですということで、はい、やっぱ好きやねん、そうだね、はい、ということで、はい、大阪、はい、関西最終編、はい、もうなんか間延びしちゃったね、旅行もね、なんかね、もう1ヶ月1ヶ月経ったからね、うん、まあ、と言いながらね、はい、編集もそんなにね、うん、簡単じゃないからね、許してねということで、はい、今回は大阪編、はい、で、まあ、最初動画があったように万博記念公園、はい、と鰹寺、そうね、紅葉の綺麗だった鰹寺、はい、もうちょっと紅葉もね、なんかね、見飽きた、うん、お腹いっぱい的な感じで、うんうん、今です、そうだね、はい、まあでも綺麗で、でも あんまりね、うん、紅葉の写真は今回は入れなかった、そんなにはいい、その代わりだるまがいっぱいだるまだらけ、はい、まあね、うん、あね、至る所に至る所にね、だるまがあってかわいい、そうだね、うん、まあ、そんな感じの写真が多く入ってます、はい、で、はい、最後に、うん、まあ、大阪の街をちょっと撮ったスナップ、はい、いやでもあの万博記念公園太陽の塔はびっくり、そうだよね、はい、中入ってびっくり、うん、だから本当はね、うん、もう入れないかと思ったらたまたま、あ、いつもは結構行列なんでしょ多分、うんうん、だから、ね、たまたま入れたんで、はい、すぐ入れて、うん、はい、で中入ったらびっくり、もう太郎さんすごいね、うん、もう生命ってこういうもんだ、いや私太郎さんの本とかも、うん、やっぱ買って読んでたことあるから、うん、あのもう本当にすごい人だとは思ってたんだけど、うん、こんなにすごい人だとね、うん、素晴らしい、そして実はこの後あの横浜でも太陽の、あ、あったのね、そう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 、それは太陽の子なんだよね、うん、あ、太陽の子だよね、あの子ね、太陽の塔だろ、違う、だって大阪にあるのは太陽の塔だけど、あの横浜高島屋の上にあったのは太陽の子、あ、うん、確認しますけど、うん、を偶然見かけたんだよね、うん、そう、私あの、岡本太郎美術館は、うん、岡本太郎記念館かな、あ、川崎でしょ、川崎、そうそう、あの表参道じゃなく川崎の方の、うん、あのに行かなきゃと、見に行かなきゃと思ってたら、うん、偶然横浜で、うん、見えたね、見ることができて、うん、そうだね、すごい、うん、この太郎つながり、そうだね、うん、まずは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 万博記念公園のスナップ、はい、ご覧ください、はい、どうぞ。Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey darling.We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open airYeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand oh, Hey, darling I love it when it's me and you On the road With a couple of tunes in a car for two Hey darling You know we're gonna have a really good time Driving in the middle of the night When the stars are bright Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far
掃除、うん、私この日はとても寂しく寂しい紅葉狩りでございました。最初ね、最初ね、うん、俺が動画撮ってたからね、うん、もう全然進みません。私階段上がって後ろ振り向くと場所移動してるの移動してるんだけど90度角度変わらずまた動画 2,3 歩しか進めない。いや、いろいろ大変なんだよ、ねねね、うん、あっちも撮ってこっちも撮って、はいはいはい、ね、いや素晴らしかったよ、うん、ここの、うんうん、あの気持ちはわかる、うん、でもねえ、うんうん、まあね、うん、まあそういう感じで動画も撮りつつ、はい、で写真も、うん、でもどこ行ってもだるま。もうね、最初はわーわーと思ってたんだけど、だんだんあーここあーそうみたいな。でも最後の方さ、うん、あのなんだっけ、鐘つきのところ、鐘つき、あのいっぱいだるまのちっちゃいのが並んでるとこあったじゃん。あ、鐘ね、うんうんうん、だからあそこはね、なんかすごい、うん、壮観だったね、圧巻だったよね、うんうん、まあそういうことで、はい、すごい紅葉もね綺麗だけども、さっきも言ったように、うん、紅葉はさすがに飽きたから、そうですね、今回は紅葉は、うん、控えめにだるま中心にお届けします。はい、それではカツオジどうぞどうぞ。I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts.And you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before. You closed the door. Now I don't know what to say. I expect you to leave. I deserve to be unhurt, but I want you to see that you.I don't know what you're thinking, but I know how you're feeling. I have crushed and burned someone before, and now I'm afraid of the person I'm pretending to be. But I'm more afraid to tell you I'm less than.もう明らかに大阪。そうだね、阪神タイガース。違う、タイガースじゃないの適当、うん、まあね、本当にね、この、うん、ね、すごい特徴のある、うん、このジャンバー、あの結構あのチームのジャンバー着てるの、うん、横浜でも見かける、うんうん、あの横浜だとマーリーノスじゃなくてベイスターズ。そう、ベイスターズは地味よね、うん、うん、でも地味、いやほらあの青いよね、うん、ロゴだけで、うんうん、そうだね、うん、これはもう本当になんか大阪ならでは、うん、そうだね、うん、ヒョウ柄、そうだね、これタイガー、タイガーだけどね、そうだね、うん、なかなか面白い、うん、大阪といえばヒョウ柄とか、ヒョウ柄好きなんだけど、そうだね、うんうん、あの結構好きです、大阪、大阪のおばちゃん好きです、うんうん、
まあそういうことで、はい、大阪の町のスナップ、うんうん、あの一部大阪っぽくないのもありますけど、うんうん、俺の写真、いやさっきほらお互いに、そうだね、いやこれ違うよね、うん、いや そっちも違うんじゃないみたいな、うん、ちょっといいか、あの言い合いがまあありましたが、まあ、それぞれの写真ということで、はい、お楽しみください。はい、3泊4日の関西旅行大阪編、一番良かったのはどこでしょうか。言わせる？いや言わ聞かない。俺はね、うん、写真的には、うん、太陽の塔の中、あそうだ、ね、中、うん、真っ赤っか、うんうん、今回の写真、うん、まあ、出だしで使った動画もあるけども、うんうん、いやおすすめしたい。あれはね見たことない方もぜひ見てください。もうね、うん、心が現れるっていうか、すごい新しい、全く見たことのない世界、うん、そうだね、ね、それが何十年も前にもう完成してたっていう、そうそうそう、もう本当に驚き、ね、すごかったね、うん、まあ、あとやっぱり神戸、神戸、うん、あそこのハーブ園、はい、すごい良かった、ロープウェイ乗ってね、あもうなんかあの晴れてるのに降り注ぐ雨ね、あの私あの案内してくださった方と、うん、雨はどこから来てるんだろう、そう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 、晴れてんだよね、雲はない、うん、でも雨が、だからコスモス撮ってる時とかね、雨降ってて、もうキラキラ、なんか本当に降り注いでくれてるみたいな、すごい良かったよね、もう本当に素晴らしい時間だった、うん、あと京都駅、京都駅、あ京都駅ね、南禅寺もね、うん、あそこも良かったしね、うん、南禅寺のなんか、うん、目に焼き付いてます、うん、奈良の丹山神社、はい、奈良はなんかあのうまく撮れなかった夕日の方がちょっとインパクト強くて、鹿は良かったよ、鹿、うん、鹿は良かったよ、うん、で大阪戻ってきてさっきの話ということで、はい、あ本当にね、うん、楽しめた4日間、はい、今回、はいはい、ちょっとあの動画を出すタイミングが遅くなって、うん、ちょっと旬を逃した感もあるんだけど、そうだね、紅葉がね、本当に紅葉が素晴らしかった、そうそうそう、でももうあのお腹いっぱいだし、そうだね、うん、まあでもいい思い出いっぱいなので、ね、はい、うん、ということで、はい、また関西、はい、行きたい、行きたいと思いますので、はい、その時また動画出したいと思います、はい、そして次、はい、まだ決めてませんけれども、うん、私モノクロじゃあモノクロしようか。でも、うん、最近花もね出してないし。そう。まあ花の季節じゃないからね。ということで、はい、ちょっとタイトルまた決めてやっていきましょう。はい。はい、関西旅行4本見ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。感謝しております。はい。はい、それでは、はい、皆さん良いお年を。言っちゃっていい？それでは皆さん、良いお年を。良いお年をお過ごしください。本年もありがとうございました。ありがとうございました。